ジェイウェイスペシャここからはコルビジェの DNA を引き継ぐ建築家による旅してでも見たい名建築をご紹介します。 先ほどコルビジェのマナ弟子である前川邦夫さんがコルビジェのオマージュとして設計した東京文化会館のお話をご紹介しましたが他にはどんな建築家がコルビジェの DNA を引き継いでるんでしょうか、はい、まず直接訓導を受けたマナ弟子っていうののは前川さささんんん他に坂坂倉純三さん吉坂高 がいらっしゃいます。この三人が国立西洋美術館の実施設計者です。は,<ー>はい、基本設計がコルビジェ、はいはい、実施設計者はやっぱり信頼を受けるその三人に任せたっていう感じです。はーはーはーその三人はどうやって選ばれたんですかね。もともと知り合いだったとか、あ,あるいはコンテナとか。いや、うん、あの、パリの、あの、コルビジェの事務所で働いていた三人なんですよ。は,<ー>はい。そう。 なんだ当時日本人の建築家が設計家が設計家ですか建築家ですか建築家です建築家が三人もまあちょっと時代は違いますけどねただ三人は言っててそれも戦前ですよですごいですねそうかそうかそれはもう薫陶受けたと言っても過言じゃないですねで多分あのひよりさんもよく知ってる家具のデザイナーであるシャルロットペリアンさんあの l c シリーズをいっぱい作った人はいそういった人とも仲良しになってそして あの日本に呼んだりとか、してたんですね。すごいな。当時の、ね、その三人の役割大きいですね。そうです。で、他にも、丹下健三さん、これ有名な建築家ですよね。あと安藤忠雄さん、もちろん有名です。伊藤豊さん、もちろん有名。あと谷口義郎さん、吉尾さんの親子。そして村野東郷さん。で、みんな、世界的建築家に育った人ばっかりなんですね。 うん、すごいあの。国立西洋美術館を初めて間近で見た時に、ええ、あの安藤忠雄さんの作品と似てるなって、ええ、なんかその雰囲気が思ったんですけど、はい、コルビジェさんが先ですよね安藤忠雄さんはとにかくやっぱりコルビジェ教というくらいやっぱりコルビジェ DNA をいっぱい受けもあの本当に継承した人ですよね。うん はい、先ほど番組始まる前に聞いたんですけど、安藤忠雄さん飼ってらっしゃる犬にコルビジェって名付けるぐらい。それぐらい、あの、本当に推奨して、いらっしゃったんですよ。なるほど。コルビジェ見るために、あの、シビリア鉄道で、ヨーロッパにこう、旅に向かわれたんです。あ、そうだったんですね。やっぱり、出るんですね。誰が好きで、何が好きでっていう表現物は出るんですね。でも、ちゃんとオリジナル、自分のオリジナルに、こうね、変えておられるのはすごいです。ね確かに、確かに。はい。 えさて川原さん旅をしてでも見たいコルビジェの DNA を感じる建築行ってみませんかまずはどちらに向かいましょうかはい六本木に参りましょうあ、このスタジオから <laughs> 六本木ヒルズから,から見えるこの辺にもありますはい。それはどんな建築なんでしょうかはい、はい、国際文化会館ですまあこのスタジオからも見えると言いましたけど、はい、1955年に作られています この,あの国際文化会館は坂倉順三さんで前川邦夫さんそして吉村順三さんとの共同設計で作られたものです。うーん 当時の日本でいうドリームチームですよね。あな,るほどなるほど。はい、パッと見ホテルのような感じもするんですけど。はい、これは何が目的の建物なんですか。これは文化会館で、今は、当時は、そういった、あの、式、うん、要するに式典とか、なんとか行われる場所だったんですね。はいはい、あと文化活動とか。うんうん、で、今は、結婚式場だったり、あ,<ー>あとカフェだったりが、あの、あります。ああ、なるほど、なるほど。で、ここも、実は、コルビジェさん、来日、来日の際に見学してるんですよ。で、多分、まだ出来かけぐらい。 の時で本人自身も近代建築の5原則の一つの屋上庭園のスケッチを残していったと言われていますああなるほど、はい、そうかここはまあコルビジェの雰囲気というよりはだいぶ和の方が強くなってますねそうかもしれないですね、うん、でカビに流れないようなこう単、はい、性な表情が特徴なんですよね確かに で名建築なのに全然威張ってないんですようんそうかもそうかも。はいはい、なんかあの <laughs> 地方とかで古い豪華な旅館とかって割とこういう雰囲気なんじゃないかっていうちょっと親しみが持てるような感じですね、はいはい、そうなんですよね。うん、で日本庭園との相性も抜群でこ日本庭園なんですよあの奥にあるのは。日本庭園を眺めながら庭を回遊しているといつの間にか建物を見渡すその高台にたどり着くんですけど、うん、そこが建物の1階部分につながってると。うん ういう仕掛けが何とも素敵なんですね。なるほど。はい。 でまあ、先ほど言ったようにカフェも結婚式場もあって、はいはい、私昔ちょっとこの結婚式の時にやらかしたことがあって私だ,、まあ、だいぶ年取って家族も持ってる時にそれで他の人に相当ブーイングされて <laughs> で近くの人にこうあ,のあげようとしたんだけど全然「いや私いりません」ってこう感じでこう拒否されたのがちょっとすごいこうはい。はい そんな思い出があるんですね <laughs> なるほど私あのここで結婚式あげたとかそういう話が出てくると思ってました結婚式に出席して受け出すを間違えて受け取ってしまったそれはちょっとよろしくないですねはい、はいはい、それでは現代の建築家が手掛けた作品でコルビジェの DNA を感じる建築というとどんなものがあるでしょう はい、山梨県の清春芸術村にある光の美術館ですは安藤忠雄さんが設計した自然災行、うん、だけで鑑賞できる小さな美術館です。 そして表参道ヒルズもということですけどどちらも安藤忠雄さんが設計したものですよね。表参道ヒルズこそゴルビジェ DNA がいっぱい詰まった建物だと思います。はい、中がねこうぐるぐる回る廊下になってます、ね、ので、吹き抜けが自然最高でしょう。はいはい、で中でスパイラでぐるぐる回って、はい、やっぱりあの無限成長美術館のそのものですよね。うそうああの私多分番組でも行ったことあると思うんですけど、はい、小さい頃安藤忠雄さんが設計したお家に住んでて、はいはい、あの無限 廊下でしたよ、はい、家の中。無,無限回じゃないんですよ。回 <laughs> <あ>は全然そんな回ないんですけど、ね、だからす家の中に階段がなくて、はい、スロープだったんですよ。はい、だから表参道ヒルズを見た時にあ家じゃんみたいな <laughs> あれはじゃあ無限美術館のアイデアから生まれたのがあの。はい いいかにもこうピロティがあるような形で上にこうあの横長の,、はい、あの連想のこう窓と切り分けてあったりとかうん、うん、軽やかになってたりとか。はいで ふんだんな屋上庭園がありますからね。そこはああ、そうか、そうか、はい、表サンドヒルズに。ええ、行ったことないです。上、もう、庭園だらけですよ。<ー>緑だらけ。それは、先ほどおっしゃってたような、その、根っこが生えてきて、コンクリート傷むっていう部分は大丈夫なんですか?。だいぶ、その、その技術で、あの、が、進化して、うん、それで、こう、対応できるようになったんですよ。うんうん で近代建築の5原則を全て網羅したって言っても過言ではないような建物なんかできたばっかの時は結構使いづらいとか会議に行きづらいとかいろんな声ありましたけども建築物としては非常にもう価値があって出来がいいかどうかは顧客の皆さんの意見によるかもしれないですけどでもすごいそういった形を踏襲されて。 あ、本当に、あの、まあ、建築的には、こう、うん、あの、ある見る、見るべき、はい、ものだというふうにますい。そうですよね。五大原則を全部詰め込んだ、はい、いわゆるコルビジェアイの塊のような建物ってことですもんね。ううもう私は、超の少くらレそうだ、じゃないかなと思います。なるほど、なるほど。安藤さんの中でも、あれ、突出してるんじゃないかなと思います、ねあ。じゃ、あまた、ちょっとね、表サンドウルズ行く時の見え方も変わってきますね。<laughs> はい。はい。 あと他にもですね、はい、清原芸術村にはですねあのいろんな建築家谷口義雄さん設計の清原白河美術館だったり、うんはい、杉本博さんの,あのデザインしたゲストハウスだったりいろいろとまとめて鑑賞できるのでうん、うん、ゴールデンウィークに出かけるのにはぴったりじゃなないかなと思うんですねあ山梨にそんなスポットがあるって知らなかったですね。 の木を張る芸術、はい、あの山梨県でしたらね、本当都内から車で1時間半 2>, 2時間ぐらいで着くんじゃないかと思うんですけど、はい、ドライビングコースとしてはぴったりだと思いますそうですね、はい、で皆さんぜひプラン立ててみてはいかがでしょうか